皆さんこんばんは。土曜夜10時は小室ゆりのネットでウィークエンダー、はい、今週も始まりました。割とね、はい、視聴回数も伸びてるみたい、はい、ありがとうございます。ゆるいね。どうしたんですか今日、テンション高いですけど。いや普段こんな感じなんですよ。そうなんですか。普段こんな感じ、17とかから来てる人たちはね、そっちのノリの方がなんか近いのかなっていう気はしますけども、うん、はい。片子行きます？片子行きます？いや別にいいですか。お好きに行っていただいて、小室さんの番組ですから。小室ゆりです。よろしくお願いします。いらないでしょ。いらない、はい、うん、いらない。わかりました。じゃあ早速今日のニュースに行ってみたいと思います。はい、はい。相田誠さん、まあ世界的なアーティストですけれども、ラの抗議はセクハラと学校法人に賠償命令が出ました。受講女性が画期的な判決だと評価した、うん、12月25日金曜日の弁護士 .com のニュースですね、はい、掲載されたニュースです。クリスマスにこのニュース、まあ、どんなニュースかと言いますと、これ抗議自体は2018年の、うん、抗議なんですよ、うんうん、でそこからようやく去年の12月に判決が出たというもので、うん、京都造形芸術大というのが当時あって、はい、まあ、今京都芸術大という名前らしいんですが、うん、の公開講座を受けたところ、ゲスト講師から猥褻性性暴力性のある作品を見せられて精神的苦痛を負ったとして受講した女性が学校法人瓜生山学園を相手取って慰謝料など約333万円を求めた訴訟ということです、うん、まあ、こういうセクハラ関連の訴訟で慰謝料だと350万というのが結構マックスになるらしいんですね、環境型セクハラというものだと。じゃあ満額に近い額を請求したということですね、うん、はい。で、まあ、東京地裁伊藤茂裁判長の判決としては、抗議内容を事前に告知する義務があったのに怠ったとして環境型セクハラが認められた、うん、で学校法人側に約35万円の支払いを命じたということですね、うんうん、でまあ訴えられた方は女性、まあ、その大学の卒業生だったということなんですけども、まあ、主張としては抗議内容がセクハラとならないようにする防止する義務や苦情に対して適切に対策を講じる対策義務に違反したというところに対する慰謝料、また猥褻性のある内容を含む抗議について事前に告知すべき義務に違反したという義務違反について賠償を求めたということですね。はい、でこれ実際じゃあ講義どんな内容だったのかっていうことなんですけれど、京都造形美術芸術学園大学の主催、まあ、当時の名称ですけれど、うん、芸術の永遠のテーマ、ヌードを通して美術史を知る、うん、人はなぜヌードを描くのか見たいのか、うん、っていうテーマですね、まあ、ここのタイトルで芸術の永遠のテーマってヌードだけなのっていう、別に芸術のテーマ自体が永遠なんじゃないかっていう気もしちゃうんですけどね、うん、でここに見たいのかっていうのが入ってるところがなんか、まあ、でも見たいのか、この篠山紀水さんが入ってるっていうところで、まあ、そうですよね。いいのかな、すごい講師がすごい豪華なんですよ。またでもこれであの2万円って安って思っちゃったんですけど、やっぱりそう思いました思いました、はい、そういう反応がすごくやっぱりネット上でもたくさん出てます、うん、はい、でその中の3回目を担当された相田さんの回を見て、セクハラがあったと、注意してほしい、対策を取ってくれと学校側に訴えたにもかかわらず、第5回目の高野龍大さんの時に、うんうん、また同じようなセクハラがあったということで、はい、提訴に至ったということですね、うんうん、まあ、どうなんですかねこれは。はい、私あんまり芸術とか美術って明るくないので、とちんかんなこと言ってたらごめんなさいなんですけど、うん、これ芸術とか美術って思いっきり個人的主観なんじゃないんです、
まあ個人的主観を外部の人がどう受け取るかっていうのもやっぱり評価にはつながってくるんだとは思うんですけど、うん、まあ、作ってるものは主観ですよね、うん、はい、それをね、うん、自分がいいと思うのかどう思うのかっていうところで、うん、はい、そのね、うん、アウトプットって変わっていくのかなって思っちゃうんですけど、うん、はい、まあまあ、でそうなんです。で3回目の抗議後に訴えを起こしたっていうところで、まあ、その時の大学側の反応なんですけれど、うん、対策は取られなかったと、うん、で事前に十分な告知なく露骨な性的暴力的描写のある作品画像が提示されたとして、うん、お詫びの分は掲示したらしいんですよ。はい、はい、でただしこの訴えた女性に対して、うん、今後授業への出席や美術モデルとしての出入りをしないように大学側が要請したっていうんですね。ほう、これ完全にセクハラですよね。でもね、うん、はい、で卒業生である彼女に対してさらに同窓会にも出ないように求めたと、うん、これパワハラですよね。そうですね、はい、でまあ私、うん、まあ、私の拙い感想ですけども、はい、この大学側のこの対応に対してこのモデルをやってたっていう美術モデルをやってたっていう卒業生の女性も切れちゃったんじゃないかなっていう、うん、ふうに思いますけどね。そうだと思います、うん、だからその相田誠さんの芸術作品って確かにちょっと露骨だなというか、あの際どいものいっぱいあって、うん、まあ、それを見せられること自体がハラスメントになるかどうかはともかくとして、まあ、それがだからハラスメントなのかどうかっていう論調にネット上でなっちゃってるのもどうなのかなっていう、うん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 、大学側の対応と作品性とはまた全然違う話ですよね。相田誠ってこういう作品を書く人っていうのは皆さん大体こう認知してるわけじゃないですか、うん、はいはい、こういうところにね、うん、特に美術大学の受講師の人ですからね、うん、はい、そこで話されることっていうのもある程度予想がつくだろうっていうのは、はい、私でも分かる、うんうん、はい、でまあ、そこ結構論旨になってくるのかなと思ったんで、その事前にどんな告知がされていたのかなっていうのも気になって調べてみたんですね、うんうん、確かに抽象的に書かれてはいるんですね。聞いていいのかな、はい、いいですいいですいいです、うん、ヌードを通した芸術作品の見方を身につける、はい、ヌード何よりも身近で深淵で儚くて永遠のもの、時代や地域ごとに取り扱いや表現に差異はあるものの、芸術家にとっては正面から挑むべきものです。それは美を捉えたいという欲望、愛の継承化の結果だからでしょうか。ヌードの歴史はまた批判や論争や取り締まりがつきまといます。今回英語で、英国から、来日を機会にしてヌード切り口に西洋美術史を概観することに、さらに活躍中の芸術家の方々に話を聞こうという講座ですと、うん、バクッとしてますよね。バクッとしてるけど、うん、よくある告知文。そうですね、うん、確かに、うんうん、で相田誠さんに対しての説明がどうなってるかっていうと、第3回のテーマがヌードあれこれ話なんですよ。その説明書きとして、はい、ヌードあるいは女性像を、画題にした自作を中心に話します。自作ね、自作、自分の作品、うん、多分芸術と対立概念になりがちなポルノの話なども、うん、フェミニズムの話なども避けては通れないでしょうっていうふうな書いてある、書いてあるか、まあ、一応書いてはありますよね。ポルノの話もしますって、うんうんうん、ヌードあれこれ話ってどうかなって、はい、表現しなかできなかったんじゃないんですか、うん、大学側も、はい、うん、まあ、だから自作を中心に話しますって言ってたっていうことで、うん、この美術大学の講義を受ける立場、また再入学を考えようとしてる人が、うん、この人の作品を知らなすぎたっていうのも問題あるような気もしますけどね。名前だけでこの先生有名だからってオファーしちゃったんですかね。可能性も、まあ、目にしたことがなかったとはちょっと考えにくいですけどね。うーん、うーん、
ネームバリューって大事だけど、こういうところでいろいろね、うん、あの自分の話になっちゃうんですけど、いいですか、いいですか、どうぞ、はい、あの小室由里だから、うん、例えばセミナーとか講演を打つじゃないですか、うん、あの20年前に世の中を騒がせた元 AV 女優が講師を務めると、お客さん100人集まろう、はい、300人集まるだろうってバーンって打つと全然来ないんですよ、はい、それなんでですか、え、はい、それと似てるなって思って、あ、要は確かに小室由里っていう名前は社会的認知はあるかもしれない、うん、特に40代50代ちょっと30代後半ぐらいからもまとめて、はい、うんうん、はい、だけどその人の話を聞きたいかっていうとそれはまた別な話で、なるほど、うん、はい、なんかそれとちょっと似てる匂いがするって思った、うん、なるほど、あの確かに第1回の放送のコメント欄にも、うん、まあ、エンタメ系しかできないんじゃないかみたいな書き込みはありましたよね、うんうん、コメントはね、はい、あの犯罪心理学とかどうのとか、うんうん、社会行動学がどうのみたいな話もできないとみたいな、うんうん、まあでもちゃんとね専門的な勉強も増えた上でやられてるわけですからまあその中でどういうものをこう発していくか、うん、アウトプットしていくかっていうのはそれはね個人の自由であるし、そうそう自由だからね、うん、そう別にあのこうこうこういうことが良くないんだってこうこうこうしないといけないんだって決めつけたいわけじゃないじゃないですかこの番組って、うんうん、はい、まあ多様性とかねいろいろありますけど、うん、まあこういう芸術の世界にもそういうのがあって、うん、うん、ね、叱るべきですよね当然、うん、なっちゃったのかな、うん、その事前にねいろんなものを告知しなければいけないっていうのは、はい、特にセクシュアリティを扱うものとかも今回ヌードじゃないですか、はい、っていうところすごいセンシティブなコンテンツを扱う人間としては、うん、こういうものはありますよご了解くださいねご了承くださいねっていう、うん、あの事前の告知はすごく必要だなと思ってて、うん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 、私もそのセックス講座みたいなものをやるので、はい、そこすごく気をつけてるんです、うん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 、本当に、ね、受けてくださった方が不快になっちゃう可能性もゼロではないので、うんうん、はい、で私が以前受けたセミナーがあって、はい、そのセミナーってやっぱりセックス系のセミナーだったんです、はい、でそのセミナー男性と女性が一緒に受講するタイプのセミナーだったんです、はいはいはい、で対面だったんです会場でね、はい、うん、数年前なのでまだ全然、ね、うん、コロナの流行とかなかった時だったの で、はい、でその時にじゃあこれから、人と人が触れ合う感覚を実際に体験してみたいと思います、うん、じゃあ隣に座っている方の手を握ってみましょう、うん、はい、それあれですよね、あの夫婦で参加してるとかカップルで参加してるっていうわけじゃないんですよね、わけじゃないです、その場で初めて会う人たちばっかりってことですよね、はい、あ、その場で初めて会う男性に手を握られたいかって言ったら正直気持ちが悪かったこの手なんですかそれ気持ち悪い、いや、まあ、しかもAV 男優のセミナーですからね、そうなんです、特にですよね、そう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 、はい、あのこうセックス系のね話をしてると、うん、ぶっちゃけ体験してもらわないとわからないよねっていうのも意見としてはあるんですけど、うんうん、じゃあそれをどうね講師側は伝えていくのかっていうのもスキルの問題だと思うんです、まあ、そうですね、はい、うん、実際にやってもらったからそれをリアルなセックスに活かせるかって言ったらまた違う話になってくるし、うん、ね、はい、ましてやあの、うん、初めましての女性の手を握らせていいのかっていうのはちょっと主催側に言いましたけどね、はいはいはい、うん、まあ、そういうところに関してもまだやっぱり意識が足りてないっていうところがやっぱりあるんでしょうね、日本の中にはね、そうですね、うん、女性が見に来るんだからもうちょっと大学側が配慮をしなければいけなかったということなんですかね、うんうん、ね、前回かちょっと分かんないけど男尊女卑の話もあってね、はい、うん、やっぱり女性が性に対してまだまだオープンになりきれないっていうのが今の日本だと思うので、うん、そこに配慮するっていうのも一つ欲しかったところではありますよね、はい、で、まあ、あとこの辺の対応はもうありえないんでこういうことをなんか普通だと思ってる人がいたらちょっと悔い改めてくださいって感じですかね、うん、まあ、私が言うことじゃないですけどもしかしたら多いのかもしれないですね、まだまだね、はい、じゃあ
最後また小室さん締めていただいてよろしいでしょうか。はい、今回セクハラということで、セクハラって受け手がどう捉えるかっていうところがまだまだ大きな焦点になってます。この受け手がどう捉えるかというところにぜひ焦点を当てて考えていただきたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。では小室由利のネットでウィークエンダー、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。